こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。全体の写真撮り忘れちゃって、しかもね、昨日はいつもより多めに飲んだから、写真の撮り方もいいって感じです。まずこれね、手羽元の唐揚げ。手羽元はね、大体20本ぐらいでした。これにね、下味をつけるよ。分量はね、これです。なんかね、そうめんが食べたい。そして、唐揚げと卵っていうリクエストあったからね、もう昨日はね、簡単っちゃ簡単でしたよ。そしたらね、しっかり揉み込むよ。でね、私これはね、何時頃したかな、昨日のことだけど忘れちゃったけど、だいたいね、半日うちは漬け込んだ。鶏ももの唐揚げも美味しいけどさ、手羽元も美味しいよね。あの骨の周りの肉ってなんでか知らんけど、美味しいがね。で、これはそうめんの薬味のネギをね、小口切りにしてる。そしたらね、これもあれ、これもあれって薬味です。みょうがはね、十字に切り込みを入れて、ざーっくりみじん切り、粗みじん。みょうがもね、美味しいよね。でね、娘がね、トマトを食べたいって言ってたからね、娘の大好きなトマトはね、一口サイズに切りました。これなんかさ、ミディトマトっていうのっけ、それ甘くて美味しいよね、このトマトね。そしたらね、だし巻かない卵の準備です。もうね、ビールを飲みながら作りました。まあいつものことだけどさ、置く場所がなくて映っちゃってるけど、まあいっか。もうだって20歳は超えて2回目の成人式も終わってるからね、飲んでもね、何の問題ないお年頃です。もうこれはさ、簡単だからもうしょっちゅうね、最近作っちゃう。で、今私ビール継ぎ方、ちょっと私にね、ガソリンを補給です。私のガソリンはビール。金麦のね、これがね、一番好き、美味しいです。もうね、夕方になってきたからね、ビールを飲みたくてうずうずしてます。そしたらね、油をね、鍋肌までしっかり塗り広げるよ。結構さ、卵はふわーって上まで上がってくるからね、しっかり塗り広げてる。で、こうやってね、薄煙が出てくるまでね、しっかり温める。そしたら卵液を一気にザバッと入れて、火加減は中火です。自分で編集しててね、すぐ忘れちゃうの。そしたらね、周りが固まってくるまでしばらく触らないで置いとくの。でね、だんだん固まってきたら、外側からグリッとして、底の方、鍋底の方もぐりっと混ぜて、で、もう一回ね、っていうか、またもう、ちょっとしばらく固まるまで、触らない。もうね、ほんとね、混ぜてほっときゃできるから、めちゃ簡単。で、固まってきたらさ、また、外側ぐるっと混ぜて、底からもぐりっと混ぜて、でね、私はストーブで作ってるけど、ストーブじゃなくてもそうだな、気密性の高い鍋、密閉率のある鍋だったらね、この方法でいけると思う。で、このぐらいまで固まったらもう蓋をして、弱火に落として5分です。
でね、5分経ったらね、あの鍋をば一肌ぐらいまで冷ますよ。で、そんな喋ってる間に今度はね、唐揚げを揚げ方、あの鍋が冷めるまでの間にね、唐揚げを揚げます。でね、油の温度は180度です。で、蓋をしてね、5分揚げます。骨付きだからいつもより長めに揚げてる。でね、私あのストーブでしかね、蓋して揚げ物したことはないんだけど、ダッチオーブンでもできたよって聞いたことあるよ。でさ、ボコボコ音がするけど蒸気が出たり、だんだん音は収まるから大丈夫。そしたら蓋開けて、もうね、ほんとカラッとサクッとジューシーに揚がるの。ね、唐揚げもね、めちゃ美味しかったです。何かしてくる、あ、はい、で、だし巻きな、また言わ、もういやだこの卵をした鍋から出して、これね、8等分にうちは切る、1人に切れずつねもうね、本当にね、混ぜてほっときゃできるから簡単でしょう。出来上がりです。でね、片栗粉とお水が入ってるから酢もできないでね、ジューシーに仕上がるよ。で、今度はそうめんに沸かないと、ほら、あの沸騰したお湯にそうめんをドボンと入れてさーっくり混ぜる。私ね、そうめんに茹でるのはね、あの表記時間茹でないですさっくり混ぜてさ、あの再沸騰してくるのをね、待つ。で、こうやってさ、ボコボコ再沸騰してきたら、ここでね、びっくり水をえいて、そしたらね、またね、再沸騰するまで待ってます。あの表記時間茹でるよりもね、こっちの方が私は美味しく感じるんだ。で、再沸騰したら、今度はさ、あの水を流しながらね、ここにジャバッとあげるよ。水を流さな、水神さんが腹かくちゃからさ。で、ザルにドンとして、これが熱かったのよ。お下げしてるでしょ、申し訳ない。でさ、もうね、そうめんとかさ、あの冷やし中華もそうだけど、雑巾を洗うみたいにさ、ゴリ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 、ワシャ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 って洗えばさ、麺がキュッてしまって、コシがあってね、美味しくなるからね、すんごい私結構洗った。2分ぐらいこんなって洗ってたかも。その方がね、やっぱ美味しいです。で、あのストーブはね、保冷効果も抜群だから、冷凍庫でキンキンに冷やしてね、これで食べるとね、最初から最後まで冷たく美味しく食べれます。全体写真なくて分かりにくいけどね、こんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、バイバイ。